つばぜり合いが好き、つばぜり合いが嫌い、つばぜり合いが好き、つばぜり合いが嫌い、つばぜり合いが好き、つばぜり合いが、ああ。百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか。おー、この動画のタイトルにもあった3分25秒が24秒に、これ一体何の時間だと思いますか。みんなにも大いに関係してますよ。答えはね、新型コロナウイルス感染症が収束するまでの暫定的な試合審判法、あの例のつばぜり合いから別れましょうってやつね、これを導入してからの全日本選手権の実際のつばぜり合いの時間を計測したものなんです。そう、激減してんですよね。激減。確かにね、つばぜり合いがもうなくなっちゃったんで激減するのはまあ当然なんだけど、でもよーく思い返してみて、この頃剣道の試合めちゃくちゃ見やすくないですか。面白いよね。あくまで個人的な意見なんだけど、僕この暫定ルール入ってからの方が好きです。コロナ終わってもこのまま続けてほしいぐらい。今回の動画はいつもとちょっとテーマがね違うんだけど、参考資料として剣道日本2021年12月号、この中に全日本剣道連盟常任理事試合審判委員会委員長高田邦秀先生がね、この暫定ルールについて、いろいろこの数字を出しながらね説明してくれてます。はい、これタイトル見てください。これからは醍醐味を味わえる剣道に変わる。ほら、ちょっとすごいことになってるでしょ。これを使いながら説明させてください。めちゃくちゃ面白いです。今日の動画は前半と後半に分けていきたいんですけども、前半ではこの暫定ルールによって剣道の試合がどのように変わったのか、変化したのか、これを数字とデータ使って説明します。後半ではこの暫定ルールが導入されたのが多くの人にとって、僕も含めてね、僕も知りませんでした、多くの人にとってコロナ対策だって思ってると思うんですけども、実はコロナ対策だけじゃなくて、ある剣道界の長年の悩みを解決する画期的な審判法だったっていうところを深掘りしていきたいと思います。もうできればね、皆さんのね意見本当にお聞かせいただきたいです。よければコメント書いてください。僕も必ず読みます。じゃあまずはこの表を見てください。表1、全日本選手権大会における1試合あたりの平均試合時間、つばぜり合い平均時間ということで、暫定ルールが導入される前と後ですね、前回大会と今大会というふうに書いてますが、男女に分けて、試合時間どのように変わったのか、そしてつばぜり合い時間がどのように変わったのかっていうことをまとめた表です。変わったこと1番目としては、この表の右の方を見てください。つばぜり合い時間が劇的に減りました。まあこれは当然だとは思うんですけども、前大会ちょっと見ていただくと、例えば男子の方ね、試合時間が7分54秒に対してつばぜり合い時間が3分25秒あったんです。これ試合の半分近くがつばぜり合いだったわけですよね。これが24秒に、減りまして、立ち合いの前で勝負してるってことなんです。これ明らかに変わりましたよね。女子の方も3分47秒が37秒に減りました。つばぜり合いの時間が劇的に減りました。そして変わったこと2としては、試合時間もすごく短くなったんです。まずちょっと男子の方見てみましょうか。試合時間が7分54秒から6分26秒に1分半も減りました。そして女子の方が7分35秒から5分45秒と、まあ、2分近くですね、短くなったと。そして変わったこと3としては、このまあ1試合1試合のね試合時間が短くなったことにより、この大会全体での終了時間が2時間早く終わったらしいです。変わったことの4番目としては、試合展開が変わりました。次の表を見てください。表2、全日本選手権大会における勝敗の内訳、同じくですね、暫定ルール前と後男女に分けて書かれています。2-0で終わった試合、1-0で終わった試合、そして次が 2-1 で終わった試合ですね。取って取られて取り返して、そして 2-1 の、例えば女子の方を見てください。暫定ルール前までは、2-1 で終わる試合っていうのが 4.8% だったのが、今回は 2-1 で決着する試合がなんと 20.6% まで増えてます。これまではですね、 1-0 の試合とか見てもらうと分かるんですけども、まあ、どちらかが1本取ったらね、つばぜり合いで時間空費みたいにちょっと軽くなっちゃって、そのまま試合が終了するっていうことがやっぱりあったんですよ。これ別にあの全日本選手権大会だけじゃなくて、まあ、地域の学生さんとか我々一般の大人の試合でも同じことがあったはずです。これが明らかに少なくなってます。男子の方も 7.9% から 19% まで 2-1 で決着する試合が増えてます。
そして変わったことの5番目としては有効打突が増えました。はい、次の表を見てください。表3、全日本選手権における有効打突の内訳、同じくですね、暫定ルール前とあと男女に分けて書いてます。このまずは一番右の合計というところを見てください。男子の方がこれまで85本だったのが96本に増えました。そして女子の方は79本だったのがなんと98本まで有効打突が増えました。そして、さらにですね、詳しくいきますと仕掛け技のとこ見てください。仕掛け技増えてないですか。男子が64本だったのが81本、そして女子が49本が75本に劇的に増えたんです。そして変わったこと6番目としてはつばぜり合いになった瞬間の引き技が増えました。これも次の表を見てください。表4、全日本選手権におけるつばぜり合いからの引き技および瞬間の引き技、これもまあ男女に分かれて書かれてますけども、暫定ルールが入る前っていうのはつばぜり合いからの引き技が男子が81本、女子がなんと251本あった。これが暫定ルールが入ってからは0本0本、当然なりました。そしてその右側、瞬間の引き技っていうのが男子の方が27本から82本、そして女子の方が74本から160本に増えてるんです。こういうのを見てるともうつばぜり合いになった瞬間の引き技練習しようと思うよね。今データで見てもらった通りね、明らかに剣道の試合っていうのは変わりました。でもそういうと、でもそれって暫定ルールでしょとか、コロナが終わったらまた元に戻るんでしょって思ってる人も多いと思うんです。でも僕はね、この記事読んでからちょっとね考え変わりました。というのはこの今回の暫定ルールっていうのはコロナ対策だけじゃなくて、あることを解決した画期的なルールだったんです。そのあることっていうのはつばぜり合い問題。ぜひ後半聞いてください。今回の暫定ルールっていうのが実は思ってるよりすごいものだったんです。なぜならこの暫定ルールっていうのはね、コロナの飛沫飛散問題だけじゃなくて、一説には昔から剣道界が困ってたつばぜり合い問題まで一気に一度で2個解決しちゃったからなんです。まずまあ飛沫飛散問題はね、面マスクつけましょう、面シールドつけましょう、そしてつばぜり合いはなしの暫定ルールが入りました。これ今になってみればまあその通りだったよね。面マスクも面シールドも必要なものでした。その上でつばぜり合い問題とは何ぞやと、実はね昔から剣道の試合ではつばぜり合いがちょっと長いんじゃないのっていう意見がちらほらあったらしいんです。この記事の中のね、高田先生の言葉そのまま借りますと、これからは醍醐味を味わえる剣道に変わるというわけなんです。つまり暫定ルールによりつばぜり合いがなくなったら剣道の醍醐味を味わえるってことなんです。じゃあつばぜり合いは醍醐味じゃない、剣道の醍醐味はどこなの。そう、立ち合いの間合いからの攻め合い、そしてそこから機会を捉えて打突することだっていうことなんです。それでなんでつばぜり合いがそんなに困るのかっていうのもこの記事の中に書かれてます。ちょっと簡単に説明するとね、それはこの剣道試合審判運営要領の手引きの9ページにこう書かれてるんです。つばぜり合いは攻防や打突行動の中から発生した相対関係である。ちょっと難しいんだけど、要はね、攻防や打突の行動以外からはつばぜり合いになっちゃダメだよってことなんです。このルールに照らし合わせた時、いくら勝負がつきにくいからって立ち合いの間合いで防御姿勢のままそのままつばぜり合いに入るっていうのは、ここに書かれている攻防や打突行動じゃないってわけだね。へえ、そういうことだったのか。我々大人の試合もね、暫定ルール前は試合時間の半分がつばぜり合いだったってさっきデータで見てもらったんだけど、特に高校生大学生っていうのは試合時間の4分の3までもがつばぜり合いの状態だったそうなんです。例えばね、試合会場で4試合会場やってます。その4つどれ見てもつばぜり合いの状態になってる、こういうことだったんだよね。立ち合いの間合いで構えたとこはもう防御だけ、そして間合いを詰めてつばぜり合いになったとこで技を出す、これをなんとか解決したかったらしいんです。まあ、今回の記事でね、小田先生の子を読んでると、このつばぜり合い問題っていうのは実は昭和50年よりも前からしばしば言われてたことらしいんです。もちろんね、全県連もぼーっとしてたわけじゃなくて、昭和54年に審判規定を改定したり20秒ルールっていうのを作ったり、いろいろ試したんだけどいまいちしっくりこなかったと。そこへコロナのこともあって今回の思い切った暫定ルールです。
やっぱりでもね、反論もあると思うんですよ。いくらねコロナ禍だからって剣道のルールまで変えちゃっていいんですかって。でもその点についてもしっかり書かれていました。実はルールなんて変えてないんです。もともと書かれてあった、高田先生おっしゃってます。剣道試合審判運営要領の手引き、先ほどの9ページつばぜり合について、この後に続く文章、つばぜり合になった場合は試合者は積極的に技を出すか積極的に解消するように努めなければならないのである。この一文を今回は具現化して厳格化したっていう風に説明されてます。このまた言葉難しいんだけど、具現化っていうのは空想とかアイディアにね具体的な形を与えて目に見えるようにすること、これを具現化って言います。ということはこれまで、まあ、ちょっと理想みたいなことを書いてたつばぜり合い分かれましょうね、積極的に分かれましょうね、でも現実はまあちょっとしっくりきてなかった、この一文をこのコロナ禍を機にきっちりやって細かいところまでルールを作るからみんなできっちりやりましょう、これが具現化だったってことです。書かれてあったらしいんです。知らなかった。僕なんかね、ただのまあ一般の愛好家なんで、このルールが変わるって最初聞いた時にはやっぱりびっくりしましたね。面マスク、面シールドに加えてルールまで変わるんだ。でもね、そこでワーワー言ってる間にね、試合審判委員会ではコロナ対策だけじゃなくて、これをチャンスと捉えて剣道をより良くしようと水面下で動いていたと。最後に結論繰り返します。今回の暫定ルールっていうのはコロナ対策だけじゃなくて、つばぜり合い問題も一気に2つ解決しちゃったんだね。最後に高田先生の言葉繰り返します。これからは醍醐味を味わえる剣道に変わる、きっとそうなると思います。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を、よかったらコメントを残してください。ホームページが新しくなりました。剣道具の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。